皆さんどうもこんにちは、ゆめたみじです。今回お送りするこの動画はペアリング、皆さんがまだ理解していない、私自身もまだまだ理解できていなかったとても重要なことについて触れていきたいと思います。巷ではクワガタムシ何々種は温厚だから顎縛りしなくても大丈夫だよとか、何々はメスを攻撃しないから顎縛りなくても大丈夫だよ、そういった都市伝説のようなお話が飛び交っています。正直に言います、人間はクワガタムシ、虫の気持ちを理解することはできません。それを知った上でこちらの映像をどうぞ。はい、今回ですね、悲劇が起こってしまったこちらクリアスライダーの中にいるタランデスオオツヤクワガタです。このタランデスっていうのは基本的に顎縛りなくても同居ペアリング可能だと言われております。で、初回ねペアリングする際は夢旅人もしっかりと顎縛りさせました。で、やっぱりこれだけね強烈な大顎、大人が挟まれたら激痛間違いない、すごく狂気的な顎してますよね。で、同じタランデス同士の喧嘩でもやはりこれだけの顎、そして力を持ち合わせていたら殺傷能力間違いないだろうと夢旅人思っています。なので基本的にクワガタムシ、顎が縛れる種に関してはほとんど全て顎縛りを行っています。で、温厚な国産のオオクワガタもそうです。顎縛りなしだとメスを挟んでしまいます。今回はこちらのメスちゃん、一度産卵を終えて2回目も産卵を終えてます。で、3回目の産卵セットに向けてこちらのねオスとまたペアリングをさせようと思い、昨日寝る前ですのでまだね24時間経ちません、同居させておきました。2回目のペアリングなので顎縛りねいらないだろうというこの浅はかな考えからこちらのクリアスライダーに同居させていました。その結果こちらのメスをオスくんが攻撃してしまった形になります。で、何かねこちらのメス見ていただくと不自然なところあると思います。で、ここからは少しねグロテスクなことが起きますので、これ以上は見られないよっていう方はここで閉じていただきたいと思います。それでは今から3秒経過後お話ししたいと思います。はい、それではこちらの方ですね、ゆっくり見ていただきたいんですけども、まだ元気なように感じますよね。普通に触覚触るとね縮めたりするんですけれども、何か変だと。この子はもう半分になってしまっています。まだ感覚生きているというような感じなんですけれども、これではもう産卵セットに入れるどころか、もうね3時間から4時間くらいしたらこのまま亡くなってしまうだろうと思います。どんなクワガタムシでも自分の機嫌が悪くなるとメスをね攻撃してしまいます。攻撃することによってもう産卵セットを組むこともできないし、この大切なメスの命もなくなってしまう、ね、これをペアリングさせたのは私自身なので責任は私にあるんですが、やはりねこういうのを見ると顎縛りの大切さ、これを再認識させられる。どんな状態であってもやはり顎縛りをしっかりして同居させることがメスにとって一番大切なんだなと
感じさせられます。もうね、正直これを今撮影していて自分自身すごく心が痛いです。やってしまったなと。ただこういうことがあるよというこのすごくね衝撃的な映像を皆さんにお見せすることによって今後飼育していくブリードしていく生態を顎縛りをしてこういった悲劇を他のブリーダーさんが起こさないようにということを含めてね今回動画にさせてもいただきました。いや本当にね手が震えますね。これはねこのねメスすごくもうね生きてるような感じなんですけれどもね、ダメですね。もうねここまで来ちゃったら夢旅人もねしっかりとまた1回目ペアリングしたから2回目は大丈夫だろうとかそういったことではなく必ずね同居させるときには顎縛りをしてあげたいと思います。ぜひ皆さんは夢旅人と同じようなことを起こさないように今一度認識していただければなと思います。はい、それではエンディングになります。この衝撃的な映像見て皆さんはどう感じたでしょうか。夢旅人は実際に目の前でこの状態を確認して本当に心が痛かった。今後は必ずどんな時でも顎縛りをしていこうと心に誓った次第ですね。やっぱりねクワガタムシ本当に何度も言うようですけど何々種が温厚だっていうのはもう都市伝説です。正直どんなクワガタムシどんな優しさがあるように見えるクワガタムシでも自分の機嫌が悪ければメスを攻撃します。その攻撃によって間違いなくメスはやられてしまう。産卵セットを組むどころか何もすることができずメスの命を絶ってしまう。こういうことがあるので必ず顎縛りをしましょう。たったこの3本の結束バンドこれで救える命があるのでぜひ皆さん今から顎縛りお見せしますのでこれを参考に顎縛りをしてみてください。今回はレギウス、オオツヤクワガタ、先ほどお見せしたのはタランドゥス、同じ、まあ、仲間ですね。この子もバイブレーションを放つ子なんですけれども大顎見ていただくと分かる通りすごく強烈な顎してますよね。しっかりこの子も結んであげたいと思います。まずはこの結束バンドこのように輪っかにしてあげます。これが2つ、これを顎の方にかけてあげます。この時一番重要なのはまずは自分の指をオスに挟まれないことですね。で2つかけ終わった後残りの1本これを通します。輪っかに通してあげて通した後にまた輪を作る。で輪っかを作った後左右一番初めに顎にかけた方を縛っていきます。この時重要なのがこの輪っか。で笑わせないで笑っていいかな。あ、そういうこともあるよね。この時重要なのが左右このコブがついている部分、これを真横に出してあげること。こういう感じ。どっちともコブが真横に出てるでしょ。それをした上で真ん中を縛ってあげるのよ。そうするともうこの顎が
開くことはまずない、はい、うん、で緩まないように最後もう一度がっちり左右を締めてあげる、うん、最後はこの長いところを切ってあげる。こうすることによってこの顎でメスを挟むことはなくなります。ぜひ皆さんも顎縛りどんな種でもやってあげてください。はい、顎縛りの映像見ていただきましたが、初めはねすんなりこう顎を両方ババッとこうね組んで締めることってのは難しいんですけれども、何度も何度もチャレンジして綺麗に顎縛りをしてあげてください。夢だるじも1回ねペアリングしたから2回目は挟まないだろうとか、そういった浅はかなね考えを捨てて、これからもペアリング時は必ず顎縛りしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。